さあ東京代々木のスタジオビビットから生放送中です。タイムちゃん、はい、改めましてタイムマシン3号山本浩二です。はい、タイムマシン3号関太です。乃木坂46の矢上をお願いします。よろしくお願いします。帰ったかと思っちゃった、びっくりした。まだ帰りませんよ。あ、よろしくお願いします、ね、よろしくね。マネージャーさんを巻いてきたんですか。そうです。あとですね、近くに泥があったんで目に塗り込んでやりました。なるほど、随分大胆な犯行なんですね。テヘペロ。あ、よろしく、古いね、よろしくお願いします。はい、さあ素敵なゲストの方ここから登場です。はい、関ちゃん紹介お願いいたします。はい、本日のゲストちゃんはですね、2013年に結成された7人組アイドルユニット、はい、ジュースジュースのメンバー。2013年2月ハロープロジェクト誕生15周年記念ライブ2013冬の福岡公演にてハロプロ研修生内新ユニットとして結成発表、うん、ユニット名ジュースジュースは取れたてもぎたて新鮮天然 100% で絞りたてな、いつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットになってほしいという願いが込められて名付けられました、うん、2016年には日本武道館での単独公演を開催。さらに翌2017年にはワールドツアーを開催し、世界10カ国で公演を行いました。そんなフレッシュかつ実力派グループのメンバーが本日のゲスト、ジュースジュースの井上玲さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。すいません、長らくお待たせしました。全然です。井上さん、よろしくお願いいたします。お願いします。井上さんでございます。もともと我々アップフロントにいたという絡みからジュースジュースの存在もちろん知ってたんですけれども、はい、ありがとうございます。井上さんとは初めましてですかね。はい、もともと拳ファクトリーっていうグループにいたんですけれども、はいはいはい、その時に俺たちの穴にちょっと、その時のか、拳グループでは行ってないんですけど、グループから2人でちょっとお邪魔したことあります、ね。あ、じゃあちょっとそれ以来ってことですね。うん、そうですね。もう何年も経つでしょう。結構経ちますね。そうだよね。こんなこと言ったらあれですけど、はい、やっぱなんかちょっと大人っぽくなったような気がしますね。そうだね。本当ですか。いや、思いますよ。だって前回なんて本当によだれとかすごかった。それ子供なのか、それよだれかけがもうあるだろう。何か幼かったとかなんか。なんかね、でもちょっと大人っぽくなられて、うん、化粧もしっかりしてね。うん、うん、おいくつになられたとかさすがに言えないの。あ、今19で、今年あの7月で20歳になります。あ、それおめでとうございます。いよいよ大人の仲間入り。どうなの、成人式とかちょっとやりにくくなってる、できない。あ、でも、うん、どうなんですかね。でも袴、うん、袴じゃないや、うん、あの振り袖は決めました。袴、いやいや、そこ引っかからないでよ。流したじゃん本人も。てへってなってたじゃん。あ、そうかそうか、うん、振り袖ね。はい、決めました。決めましたか。どんな色にしましたか、振り袖。緑にしました。なんで緑を選んだの。全然そんなことないんですけど、うん、結構しっかりした色の方が自分的には合うなって思ってて、うん、赤とか、うん、それこそ、うん、結構深い緑とかも部屋に入れてたんですけど、はいはい、なんか緑が一番しっくりきました。うん、もう感覚だよね。はい、そうですね。さあ、ジュースジュース、7人組ですけれども、我々稲葉さんとは結構絡んでるのよ。はい、そうですよね、ダンス学園で。そうなのよ、お世話になってます、はい、あのちっちゃくてよく動くね、稲葉さんね。ダンスが上手で、いや、喋りも上手だよね。ザ・アイドルといった感じですけれども、うん、そうですね。そう、井上さんは周りからどんな感じで見られてる子なの。なかなか自分で言いづらいだろうけど、うん、私は何ですかね。でもジュースに入ってからすっごくふざけますね。何、以前とこではがんじがらめだったの。どうなの。違う違う、まあ、明るい子が多いってことでしょ、ジュースジュースが。そうですね、以前からもふざけるのが大好きだったんですけど、うん、こう何ですか、ジュースに入ってから年下のメンバーとかも、うん、いて、うん、はい、今までずっと末っ子でやってきたので、うんうんうん、こうなんか年下なのに結構同じ年齢な感じでお話ができる、うん、はい、ちょっと私が何ですか、うん、精神年齢がちょっと幼いのかもしれないですね。ちょっと話が合う子がいるので、すごいなんか一緒にふざけてそれを見守ってる先輩方がいて、ツッコミをしてくれる人がいてっていう感じで、結構楽屋も賑やかです。はい、なんか今流行ってることとかありますか、メンバーの中で。今流行ってること、みんなでってことはないのかな。でも、まあ、ゲームはみんなでやったりとか、はいはい、まあ、しますし、この前一回やったのが、うん、こう全然現実に起きてないことを、うん、あったかのように話すみたいな。ちょっと不思議な遊び。ひとくだりいいですか、どういう会話出たの。
この前あれ言ったよねみたいな感じで誰かが話し出して、うん、そうだよね、一緒に映画見たよね、何見たっけみたいな感じで全く言ってないんですよ。もうちょっとさ、火星に行ったとかさ、うんうん、そういうぶっ飛んでもらわないとさ、盗み聞いた人が本当に行ったのかなって思っちゃう。いや結構現実味のある、うんうんうん、本当にありそうだけど、いやでもなんかここ引っかかるなみたいなのがありますね。じゃあ今こうパッと我々の中で共通の出してもついてこれるってこと？どうですかね。ちょっと3人で架空の、おうおうおう、あ、いいですね、やってみましょうか、うんうん、いや最近プロ棋士になったんだけど。あ、知ってます知ってます、ニュースで見ました。本当ありがとうありがとう、はい、間違えてさ、俺あの女流棋士になっちゃって、わめちゃめちゃ乗ってたよ、間違えたんだ、乗ってたよ、ね、そうなのよ、うん、でもなんかあれでしょ、井上さんも最近間違えちゃったんでしょ。まあ、最近、まあ、将棋ではないんですけど、うんうん、オセロのプロになりまして、白黒はっきりつけてるって言ってたもんね。そうなんです、でも結構白黒はっきりさせるっていうのが主流だと思うんですけど、中にピンクっていう色を入れさせていただきまして、楽しい、楽しいんだって。それえ映画になるんでしょ今度、ザムービー。そうなんですよ、うん、タイトルなんだっけ、あれ、よくご存じで、ピンクオセロ、もうそのまんまなんですよ。ピンクオセロだよね、すごい、全米デビューしたって本当あれ。なんで知ってるんですか、まだ公開前なんですけど、ね、ちょっと。でも封切ったら全米誰も泣いてなかったってよ。え、本当ですか、うん、私めちゃめちゃ号泣したんですけど。あ、本当に。いや、ちょっと待って、はい、ピンクオセロ、嘘うますぎない。ナチュラルすぎない、井上さん。これあんまりうますぎるとファンのみんなありがとうが嘘っぽくなってくるから。あ、いや、やってんなってなるからね。心から思っております。素晴らしい、でもすごく出てきていいタイトルが。うん、ダサかったね、ピンクオセロね。うん、まんまだったしね。あ、我ながらダサいと思います。こんなに何お金のかからない遊びみんなでやってんの。すごい、頭の回転にもなるし。うんうん、うん、平和ですね。平和だよね、でも面白いと思うね、はい、うん、本番の MC 疲れてないもん、大丈夫。あ、大丈夫です、大丈夫です。こっちに力注ぎすぎじゃない。楽屋盛り上がりすぎて。そうね、まあでもこうやってアイドルに、まあ、1個前からなってましたけれども、ジュースジュースの前から、はい、そもそもこのハロプロに入ったきっかけっていうのは何だったんですか。あの、もともとアニメーションのキラリンレボリューションが大好きだったんですよ、うんうんうん、でそこでこう主人公の月島キラリちゃんが、うん、なんかちょっとおてんばな感じなんですけど、いろいろな事件に巻き込まれながらも楽しんでる姿とか、うん、なんか周りを元気にしていく姿がすごいいいなと思って、幼いながらにちょっとなんか憧れみたいなのを抱いてて、うんうん、それで小学5年生の時にお母さんが運動を受け捨ててくれてアイドルになりました、うんうん、はー、すんなり慣れたもんなの、挫折とかもあったの。いや、その時は挫折はなかったですね。そうなんだ。全部楽しかったですか。はい、はい、もう全部楽しくやらせていただきました。ああ、そう。入ってみて、このキラリンレボリューションとのギャップというか、なかなか大変だったことも多いでしょう。そうですね。うん、あの、キラリンレボリューションの相方のナーさんがいるじゃないですか。うんうんうん、あの、相方みたいなのがいなくて。もう一人だったからってこと？そうですね。うんうん、こう、ダンスを覚えるのも、うん、な一人でこう家で練習してそれを先生の前で披露してみたいな感じで、なんかキラキラした世界の裏側を見てる感じで、あ、みんなこうやって苦労して、表で輝いてるんだなっていうのを実感しました。そうだよね、だから 99% が裏だもんね、ほとんどね、はい、その 1% の表舞台をみんな見てるってことだもんね。はい、はあ、大変ね。アイドルしてますね。アイドルしてるよ、そりゃ裏で嘘もつくよ、そりゃ。いや、嘘つくゲームでね、ゲームの中でね。うん、そうよ、ゲームで、ね、人みたいになっちゃうから嘘ついてるわけじゃないですね。お客さんに嘘つかないもんね。そこはね、つかないです、つかないです。うんうん、特技がボイスパーカッション、何でもできんじゃね、はい、どこで覚えるのこういうのは、うん、これはあのコピシファクトリーの時に、うんうん、なんか新しい自分たちにしかできないことをやってみようってなって、うんうん、たどり着いたのがアカペラだったんですよ。お、確かにいないか。それで、まあ、私も結構ハモリをするつもりでいたんですけど、うんうんうん、なんかボイスパーカッション誰かやるみたいな感じになって、もともとは他のメンバーがやる予定だったんですけど、うん、その時ちょうど私が興味があった時期だったんですよ、ボイスパーカッションに、はいはい、だから、あ、れいちゃん興味ありますよって言われて、うんうん、
あ、じゃあやってみるかってなって本当にゼロからのスタートでした。今でもその練習は続けてるんですか？そうですね、続けてます。ちょっと今見せてくださいって言ったらすぐできるもんなの、ボイスパーカッションとかって。できます、できます。あ、いいですか、ちょっとリモートだからどういう感じかあれですけど。あ、確かに確かに、いきます。お願いします。わかりやすそう。おお。お、すごいすごい。ちょっとリモートだからね、拾いづらい音が。いや、でもなんか、うんうん、逆に現実味がなくて機械っぽくてすごかったよ。すごい。本当ですか？声っぽくなかった。かっこいいね。どこで練習するの、普段こういうの？普段はこう先生に教えてもらうんですけど。先生いるんだ。そうなんです、そうなんです。うんうんうん、やっぱりこう先生に今回の課題はこれですっていう仮音源をいただくんですけど、うますぎて先生の音源が。そうなんです、うん、何してるのか全然わからないので練習ができなくてこれがどう出してるかわからないんですよ。どこの口の部分を動かしてるのかわかんないし、聞くだけじゃ無理だよね。そう、難しいですね。うん、すごいね、こう顔は可愛らしいのにこう結構なかっこいい音出すってね。かっこよかった、ありがとうございます。ギャップはすごいですよね。そしてこの今放送している FM 富士でも番組を担当しているということで、はい、そうなんですよ。一人で喋ってんの？井上玲のミュージックレターズ。そうなんです、1時間1時間一人で毎週木曜日夜8時から。はい。あ、すごい。どんなこと喋ってるんですか、内容的には？こちらのラジオは、うん、音楽を手紙のように届けていくっていうのがありまして、はいはい、結構ミュージックレターズ、そうなんですよ、うん、皆さんからこういう音楽を流してほしいみたいなのも受け付けてますし、ハロープロジェクトの曲も流すし、うんうん、ハロープロジェクト以外の曲も流すっていう、結構、うん、ハローの中では珍しいのかなって思います。まあ、じゃあうちらの番組と一緒ですね。は、はい、このリスナーさんからのね、はい、聞きたい曲流すっていう形がね、はい、お前が勝手に傲慢な好きな曲流してるだけじゃん。今日もリクエストでピロピロ体操。いやいや、勝手です。英語です、こっちの。じゃ似たような感じの番組ですね。どこがだよ。井上玲のミュージックレーターですね。あまあでも、いいですか、姉妹番組ということで。あ、はい。平気で嘘つくね、この子はやっぱり。断りづらいよ、だって。ピンクオセロの時同じ顔してるじゃないか、もう。本当に。どうですか、我々結構長くラジオやってますけど、悩んでることとかないですか、ラジオ関係。ね、FM 富士のことでもいいですし。うん、私ソロになってちょっとやらせていただいてるんですけど、はい、うんうん、これからゲストさんをお呼びしようっていうのがちょっと提案がありまして、はいはい、そこでハロープロジェクトのメンバーもゲストで来てくれるんですけど、うんうんうん、ハロープロジェクト以外のゲストさんもこれから呼ぶっていうことになってて、うんうん、結構人見知りしちゃうタイプなんですよ。あ、はい、なるほど。なので、はいはい、なんかこういうこと質問してみたらいいんじゃないみたいな、なんかポイントみたいなのありますかね。あ、そうですね、やっぱり距離近くに行きたいなと思ったら、はい、1曲聴いてる間にどれだけ喋れるかですかね。おー、このオンエア中はまあそれっぽい話をするじゃないですか、うんうんうん、はい、でこれがやっぱりオフになって聴いてくださいって曲流れてる時に、うん、どのぐらい稼いでるんですかみたいな、やらしい話。グッとこう距離をね、愛を消す、縮めるとなんか向こうも あ、うん、なんかこうなんかよそよそしくないなって感じになると思うんで。だろう、カメの話なんかしたらちょっと近すぎますね。そうだよね、こんな可愛らしい子が急にグイグイ行った方がいいと思うよ。いや、好きな食べ物何なんですかとかオフで聞くと、ね、ちょっとゲストはくすぐられるかもしれない。オンでもできますから嬉しいかもしれない。オフの時にあえて聞くっていう良さもあるかもしれないね。、うん、あ、そうですね、オフの時間大切にしてみます。じゃあオフで聞いてオンの時に月収どのぐらいかっていうのを聞いて。やばやばラジオね。はははしか言えなくなっちゃった、もう。あのピンクオセロの情熱な子が、あれだけ喋れる子がははしか言えなくなった。いいんですよ、そんな話は。はい、さあ、ある程度井上さんの人となり分かってきましたけれども、もっともっと知るためにですね、うんうん、井上さんのパーソナルに関するクイズを出題してもらいます。お、いいですね。はい、はい、クイズはいっぱい出したことありますよね、自分の中で。そうですね、うんうんうん、はい、まあ友達同士とかでやるもんね、こういうクイズとかね、うんうんうん、はい、というわけでじゃあクイズお願いいたします、はい。じゃあ、うん、最近私アニメージュとジブリ展っていうところに行ってきたんですけれども、はい、ジブリが好きなんですよ。あ、いいですね。
一番好きな作品が2つありまして、うんうん、アリ暮らしのアリエッティと、うん、あともう一つは何でしょう。いい問題、これは割れるよ。わかりました、はい、じゃあ曲の後に答え発表いたします。その間曲紹介お願いします。はい、明日4月28日にリリースされますダウンタウン頑張れないよの中から聞いてください。ジュースジュースでダウンタウン。タイムちゃん、ねえねえお金貸してよ。タイムちゃん、さあ、先ほど出題されたクイズ、はい、ジブリの好きなタイトルですね、はい、そうですね。それが1個が仮暮らしのアリエッティでしたね。はい、はい、そして井上さんがもう1個何が好きかということでございます。いや、いいのあるからな。わかりましたかね皆さん。山本と関、まあ、そっちリスナーの皆さんも考えていただいて、はい、我々2人が代表で答え出します。そうですね、まあ、山本からいくと、まあ、女の子はこれ好きだろうっていうのは割と定番があって、はいはい、特に若い10代の方なんてのは、うん、ジブリ作品7つ目の耳を澄ませばじゃないでしょうか。うーん、あー、なるほどね、はい、女の子好きだよね。好きですね、うん、好きな人ができましたっていうのはパーマ大佐と同じ文言ですね、はい、それ言っちゃうともうちょっとパーマ大佐が、ね、離婚した時と同じね、好きな人ができました、ね、説明がめんどくさいもんさあ関さん、はい、何でしょうか。崖の上のポニョかな。おお、なぜ、うん、アリエッティの、うん、その2年前に出てる作品なんですよ、うん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 、こっから実は入ったってパターンね。あー、井上さんの年齢だとあり得るね。そう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 、うん、でここからポンポンで好きになったってパターンね。でも金曜ロードショーとかでいくらでもやってるよ。まあね、リスナーの皆さんも予想してください、はい、井上さん正解発表どうぞ。ハウルの動く城でした。そうなんだ、なるほど、はい、これはやられました、まあ、そうなんだろうし、あ、なるほどぐらいだろうし、まさかハウルの動く城が好きな人がいるとは。そんなに裏切られてない、え、まあ、そういうこともあるだろうなっていう。どういうとこ魅力ですか、うん、ハウルは。あの、私音フェチなんですけど、うん、音、あのアリエッティもハウルも、うんうん、すっごいいい音がするんですよ。へえ、アリエッティだったらこう人間の重さとか体重とかでこう音が全然違うっていうのも聞きどころですし、ハウルはもういろんなところに冒険に行くじゃないですか、はいはいはい、なのでこの踏みしめる木がどれぐらいの湿度なのかとか、湿度、湿気を帯びてるとかも関係あるんだ。うん、すごい聞きどころだなって思います。あ、なるほど、確かに言われてみると音がいいよね、うん、ジブリってね、うん、トトロでもなんかこううーんってやって植物がポンって咲く時の音とかなんか、うんうんうん、いいですよ、あれならではというかね、うん、大好きですね。あ、そうなんだ、はい、いいね。ちょっとこれ今度ジブリの音クイズやろう一緒に、うんうん、音を中心にね、うん、でそれをなんか YouTube に上げて削除されよう著作権の問題でね、うんうん、音は大丈夫なんじゃないかな。大丈夫かな。あ、そうですか、はい。他になんか思い出ある作品とかあります？映画とか見に行ってんの？映画館にジブリは。映画はなんか見に行けてないのが結構多いんですけど。あ、そうだね、世代的にね。はい、この前のジブリ展に行った時は、うん、ナウシカの等身大があったんですよ。うんうん、お、ナウシカちゃんのってこと？はい、いいね、ナウシカの等身大があったりとか、うん、ラピュタの模型みたいなのが浮いてたりとか、うん、間近で見ることなんてないじゃないですか。まあ、そうだよね。しかもそれも本当は絵の中のものだから実物とかないんですよ、うんうん、そうだね。だけど、あ、うん、本当はこうなってんのかって見れるのもすごいいいなと思うし、うんうん、それくらい精密に作られてるっていうのもそうですし、うん、まあ、そういう模型とかだけじゃなくって、文章でもこうアニメージで取り上げられてたものみたいなのもこう結構ババババババと載ってるんですよ、うんうん、その文章を一文字一文字読むのもとっても楽しかったですし。好きですね。でそろそろお別れの時間なんですけど井上さん、いい加減にしてくださいあ、じゃあ大好きですっていうことそれにしまったのね。ありがとうございます。すいません。ちょっとまた時間あるときゆっくり聞かせてくださいよ。びっくりした。お願いします。大好きだよね。もうこういう時マネージャーが止めてくんないと。アップフロントしっかりしてよ。本当に。はい、ありがとうございます。本当にね。次回はスタジオに遊びに来てぜひ熱いトーク繰り広げてください。ぜひぜひお願いします。はい、というわけでお知らせ、皆さんお願いします。
はい、さっきも言いました通り4月28日に明日ですね、両 A 面シングルダウンタウン頑張れないよをリリースさせていただきます。ダウンタウンはさっき聞いていただいた通りノリノリなシティポップになっていて、シュガーベイブさんの楽曲をジュースジュースがアレンジという形でパフォーマンスさせていますので、まあ、聴き比べてみたりだとかそういうこともできるかなと思います。頑張れないよはバラードなので、この対比も楽しんでいただける一枚となっております。そしてですね、FM 富士さんでですね、毎週木曜日の夜8時からジュースジュース井上レイのミュージックレターズ放送中ですので、はい、ぜひメールもお待ちしております。はい、よろしくお願いします。あさってです。ぜひ皆さん聞いてみてください、はい、お願いします。詳しくはジュースジュースのオフィシャルホームページチェックしてください。最後にこの番組を聞いているリスナーに一言お願いします。そうですね、私今結構リラックスしてる状態で、うん、人見知りっていうことをね信じていただけない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うんうん、もしかしたら私人見知りが治ってきてるかもしれないので、いいことですね。ぜひ皆さんとメールでも何でもお話ししたいなと思いますので、うんうん、ラジオもよろしくお願いします。はい、はい、というわけで最後に曲紹介お願いします。はい、今から聴いていただく曲はさっき言ったバラードの方の曲になっております。女の子の葛藤を描いたちょっとした応援ソングですので、ぜひちょっと頑張れないよって思ってる方はこちらの曲を聴いて前向きになってほしいなと思います。ということで聴いてください、ジュースジュースで頑張れないよ。はい、というわけで本日のゲストはジュースジュースの井上レイさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。